今までにない新食感がたまらない、カップで焼きチョコよ。ボウルにスイートチョコを入れ、湯煎にかけて溶かします。チョコが完全に溶けたら湯煎から外しましょう。泡立て器を使っておよそ3分間泡立てて、チョコレートに空気を含ませます。チョコを泡立てるのってちょっと不思議でしょ。でもこれが新食感のポイントになるのよ。プツプツと泡が見えてきたら OK よ。空気が入ったってことね。チョコクッキークランチを入れてよく混ぜ合わせましょう。作ってカップに入れていきます。うわー、美味しそう。これを温めておいたオーブンに入れて10分から13分焼くのよ。チョコをオーブンで焼くって初めて。そこが変わってて、でもとっても美味しいチョコなの。さあできたわよ。うわー、いい匂い。食べてみたい。サクサクしっとり、不思議な食感、癖になりそうよ。